皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。モデルプレス、2024年7月23日、ファンタスティックスの公式アカウントが7月21日、X、旧ツイッター、を更新。メンバーの八木雄星と沢本夏希、そして俳優の萩原俊久が集った3ショットを公開した。写真、八木雄星、沢本夏希、萩原俊久の 国宝級イケメン3ショット国宝級イケメンに輝いたヤギ優勢沢本夏希萩原敏久同アカウントは「Vivi ビビインスタライブありがとうございました」と「Vivi アンダーバーマガジン貴重な3書ヤギ優勢シャープ Vivi ビビ国宝級イケメンランキング」と添えてヤギ・沢本萩原の3ショットを投稿7月23日発売の雑誌ビビ「Vivi」 旧学校にて発表された「Vivi ビビ国宝級イケメンランキング2024年上半期」では NOW 部門の1位にヤギ、2位に萩原、そしてアダルト部門の10位に沢本がランクイン。今をときめく国宝級イケメンが集ったサンショットとなった。 八木と萩原は2021年に放送された MBS ・ TBS ドラマイズム「美しい彼」で共演。八木は学校のカースト頂点に立つカリスマの持ち主の聖子奏を、萩原は喫音症で口数の少ない平和成を演じ、その後続編や劇場版も公開されるなど、世界中で大ヒットを記録した。八木雄星、沢本夏希、萩原俊久の3ショットに反響。 この投稿には、夢かと思った、3人とも国宝級イケメンおめでとう。ずっと眺めていられる3ショット、何度見ても尊い、最高のご褒美、美しい彼の2人ランクインして嬉しかった、同じグループから2人もすごいなど、多くの反響が寄せられている。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。